今朝早く福岡市東区のアパートを全焼する火事があり、一人が遺体で発見されました。警察と消防によりますと、午前4時半ごろ、福岡市東区前田市でアパートの2階から出火している、隣接した建物も延焼していると警察に通報がありました。消防車22台が出動して消火に当たりましたが、2階建てのアパートを全焼しておよそ3時間後に鎮火しました。そして2階から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察がアパートの住人の安否を調べていますが、高齢の男性1人と連絡が取れなくなっているということです。他に怪我人の情報はありません。警察と消防が遺体の身元の確認を進めるとともに、出火原因や焼失面積などについて調べを進めています。